しくないですか。はい、今日は新宿ルナールで初めてやっていますが、天野さんの天野元康と増山玲奈の民主主義緊急事態宣言、収録始めさせていただきたいと思います。今日はよろしくお願いします。映画監督の増山玲奈と、そして、金融ジャーナリストとして最近話題の天野元康さんがお届けするこの番組、はい、今日は特別ゲストをお迎えしております。ジャーナリストの寺澤優さんです。よろしくお願いします。簡単に自己紹介などしていただけたら。自己紹介は、私は1989年に大学に、ちょっと今日は風邪気味なので、なおかつ昨日ちょっと声をかなり使うことをやりましたので、喉が潰れてますけど、1989年に大学在学中からですね、ジャーナリストを始めまして、当時はバブルだったので、もういろんな雑誌が創刊される時代で、大学生でも連載を持ててしまったっていう、なんかいい時代で、その頃から警察とか司法の冤罪とかですね、あるいは警察のいろんな腐敗、汚職ですね、こういったものを追求し始めて、大学卒業した後もですね、その大学の時に特に就職活動とかしなかったもんですから、そのまま今まで30年ぐらいプラプラしてるというものです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。この、テロ等準備罪、いわゆる共謀罪なんですけれども、警察にとって都合の悪い人がいると、じゃあこの人は何か計画をしているんじゃないかなと目をつけられ、そしてそれを計画している時点で犯罪としてしまうという内容なんですが、まさに第1号の共謀罪によって捕まりそうな、その可能性が高そうなゲストが今日来てくださいました。警察関係の著書も、多数出されていたり、それが元になって映画になった作品もありますよね。私の取材経験などを元に、高橋源さんという映画監督がポチの告白という映画を、制作しまして、これはニューヨークの映画祭でも、私も監督と一緒に2009年ですかね、招待されてきましたけど、非常に評判で、なんでしょうね、世界的な、やはり世界中でアメリカでもですね、警察の腐敗、前みたいに個人の警察がいろいろ悪いことをするというよりも、もうなんか警察は人権無視して組織として、少数者に対して暴力加えたりとか、あるいはもう射殺したりとかね、そういうひどいことも起きてるんで、この映画に映画で描かれていることは決して日本の警察だけじゃないと、日本の警察って本当まさに旧軍隊みたいなノリですからね、もう人権とか全く顧みないんです。でそれはもう本当にアメリカとか、多分このテロとかっていうことになってくると、テロを防ぐためだったらちょっと間違って何人かも射殺しちゃってもいいみたいな、今そういう世の中ですけど、それも もう全世界的になんかそういう、もう日本もまさにそうなっていく準備、まさにその、そういう世の中を準備している法律がこの、テロ等準備罪、共謀罪ってことだと思いますけどね。ありがとうございます。ポチの告白というのは、警察の内部の腐敗を告発をしている人の話なんですね。そのポチの告白の映画のことについてちょっと説明させていただきますと、それは3時間15分ぐらいの映画で結構長いんです、映画として。見ました、面白かったです。それでなんでその長い時間で上映、普通映画って1時間半か2時間ぐらいが、適当なところって言われてますけど、特に商業映画は、なんでこの3時間が必要だったのかっていうのを、当時監督がいろいろインタビューとかで答えてますけど、普通のもう真面目というかね、最初なった時はみんな、そんないいことをしようとは思わないかもしれないけど、少なくとも悪いことをやろうと思ってはなかなかならないわけで、その人がどうして警察って組織に入ると、その組織の中でこう行われている悪に加担して手を染めて、最後は自分がそれをなんか指揮っていうかね、中心になってやっていくようなことになっちゃうのかっていうのを描く時に、やっぱ最初のこう入ってまだ
ていうんですか、そういう悪さをする前のところからこう覆っていかないと、分からないと。それしかもそれが何かすごいね、あの突発的な事件が起きて、例えばすごく悪い先輩に誘われてやっちゃうとかじゃなく、なんとなくそこに毎日警察に出勤してると、知らないうちに自分もこう悪いことな悪事を重ねてって、いつかそれあのまた新しく入ってきたやつにやらせる立場になると。それをあの丁寧に説明するためにやっぱ3時間という、時間が必要だったのと、まあ、だけど非常に監督の技量があってですね、あのエンターテインメントとしてもすごいよくできていて、もう全然眠くならない映画で、もう本当ニューヨークで上映した時もあの途中で立って帰っちゃう人なんかもちろんいなくてですね、あの、まあ、観客投票であの2位だったんですけど、非常にあのいつの映画ですか、作ったのは2005年に制作してるんですが、まあ、日本ってなかなかこうあの大手映画系列じゃないと上映っていうのは難しいっていう事情があって、まあ、公開は2009年になったんですね。4年経ったんです、経たないと公開ができなかったんですね。そうですね、まあ、それまで監督が持ってて、まあ、中途半端に公開するとまた、まあ、あの、あまり話題にもならなくてよくないっていうんで、まあ、2009年まで待って、あの、まあ、ちょうどあのその頃にもまた警察不祥事もいくつも起きてましたから、で、まあ、話題になった感じでしたかね、はい。だから、まあ、そうやって警察をずっとこう見てきた立場から言うと、まあ、大学の時からですか、もう30年ぐらい取材して、まあ、私が記事書いて、いろんなあの警察官をクビにしたりとか、まああの私が書いて記事が原因で刑務所に行った警察官もいますけど、あのそういうことをやってきたのを見ると、とにかくこの、テロと準備罪って今嘘くさい名前になってますけど、まあ、共謀罪です。共謀罪を作ると、これは本当警察がね、悪用しないわけがないと。まあ、そういう組織ですからね、まあ、その警察官の誰がそれを悪用するとかね、そういう話ではなくて、そういう組織でやってることなので、必ずこの、 あの法律を作ったら組織としてどんどん悪用するだろうというのはもう目に見えてるので、見えてる、はい、まあ、まさに民主主義の危機と。結構日本はあのアメリカとかと違って、はい、アメリカはこう黒人を白人の警察が射殺したって言ってものすごい問題になるんだけども、はい、ああ。声もあるし、なんか頼んだもんか、はいはい、じゃあアイスコーヒーで、アイスコーヒーすいません、アイスコーヒーいっぱい、はい、テラスさん頼んでな、すいません、はい、すいません、お願いします。アメリカの、はい、アメリカのその、はい、ね、あのアメリカで警察が射殺しちゃうとか、そういうのでしょっちゅうデモが起こったりするんですけど、はいはいはい、日本人はその日本の警察に対する信頼っていうのが相当高いんじゃないかなと思うんですよね。まあ、だからそれとちょっとそのあの認識のギャップというのが、そのジャーナリストとして現場でいろんな社会を見てきた時のギャップと、日本人の一般人が感じているその町の交番のおまわりさんのその信頼感みたいなね、のがちょっとこうずれてるっていうところがひょっとしたらあるのかもしれなくて、それはこのテロ等準備罪とかで、まあ安倍政権が強行しようとしている、でみんなまさかそんなことひどいことやらないよねって、どっか安心しているような気がするっていう、まあ信じてるっていうか、うん、まあ、これだけテレビでもあの警察の不祥事とか最近は報道されるようになりまして、まあ、それは本当末端の人たちばっかりですけど、本当にあの、幹部の人たちは悪いことやっても未だに表に出てきませんけれども、はい、あの前はあの私がこの仕事を始めて十数年、まあ、2000年ぐらいまでですから、やっぱ10年ちょっとですかね、その頃まではもう末端の巡査の犯罪不祥事まで全部もみ消してましたから、うん、だけど、まあ、そういうことをやってると、そのもみ消したのが後で、まあ、例えば私のような人間に書かれ報道されたりして、うん、このもみ消したやつがこう責任を問われると、うん、幹部が、まあ、これはまずいと。だからもうあと末端の巡査がなんかあの痴漢したとかね、あの酔っ払って誰か殴ったとか、もうそんなのはもう個人の責任にして、うん、もうやめさせちゃえばいいじゃんと、もう公表しようということを始めたところ、今見たくドーンとまあ出てきてるわけですよね。だけど組織で例えば証拠を捏造しましたとか、まあ、裏金作りましたとか、まあ、そういうのはなかなか出てこないというところなんで、ね、結構あの、まあ、警察の問題で私はびっくりしたのは、はい、まあ、警察のその不正のことを告発した警察官の方が、はいはい、まあ、悪根の副市長かなんか、はい、千葉敏郎さんですね、千葉敏郎さんですね、はいはい、あの人がに、まあ、ちょっと質問をしたんですね、はい、警察官、冤罪って何分の1ぐらいが冤罪になんですかって、実際犯罪として捕まるうちのね、そしたら4分の1だって、
まあ、そんな多いんですか、まあそんな感じだねって言ってたんですけど、実際どうなんですか。まあ、それはあのかなり、まあ、その何パーセントかっていうのは、じゃあ、正確にそういうのが集計したものはない、ないと思いますけど、実際にはその4分の1って先輩さんがおっしゃられたぐらいの、まあ、もしかするとそれよりもまあ大きいかもしれませんけど、非常にあの冤罪っていうか、まあ、実際裁判になってすごい冤罪事件として騒がれるものは本当ごく一部ですけど、まあ、普通はまあ、あの痴漢とかでもあの普通の人はもうあの捕まったらもう面倒くさいから認めちゃうわけですよね、そっちの方が楽だから。であの裁判までやって、まあ、その間ずっと多分あの拘留されてるわけですね、牢屋の中に入れられるわけですけど、まあ、そういうことができる人、そこまでやってあの無実をね証明したいなんていう人はなかなか稀なわけで、まあ、大体まあもうこんな何万円か罰金払うかね、もしかして運が良ければ不起訴って言って裁判にもならないで出してもらえると、だったらそっちにしようと、まあ、罪を認めて、ね、本当はやってないけどっていうのがやっぱ多いわけで、多いわけですね、冤罪が多いですね。まあ、交通違反とかだって、まあ、よく隠れて取り締まりされててですね、ここ一時停止したかどうかとかですね、スピードをそんなに出してたかどうかとか揉めるわけですけど、結局はもうあの警察官に押し切られて、もうじゃあもうめんどくさい、こんな何千か払って済むんだったらそうしようっていう人が多いわけで、それはもうそれを考えれば、まあ冤罪っていうのはまあものすごい数ではありますよ。寺澤さんはこの共謀罪、名前を変えて何度もこう、はい、国会の中で審議され、その度に国民運動で押し返す形で、止めてきたわけなんですけれども、その以前からこの共謀罪の反対のデモを企画されたり、はい、勉強会されたりということを、行っておられました。以前に比べて、今回の問題点というのはどこにあるのかとか、また、秘密保護法が、制定されてからいろんなジャーナリストに内部告発が少なくなってきたとか、調べにくくなってきたとかいう話を聞くんですけれども、警察関係の取材を続けている中で以前と比べてここが違ってきたなとかいう感触ってありますか。まあ、松本さんと最初知り合ったのも2005年ぐらいに共謀罪反対のこういろんな運動があって、その流れかと思いますけど、はい、あの頃っていうのはまだこうテロとかっていうのは全面的に出てなかったんですけど、ほとんど出てなかったと思います。当時のを見るとみんな暴力団対策って言われてたと思うんですね。つまり暴力団が覚醒剤をこう密輸したりとか、あるいはその密売ですね、はい、それとかあと拳銃を使っていろんな事件を起こす、抗争事件を起こすと、まあ、そういう時にあらかじめその共謀してる段階でですね、まあ、そういうことをやろうと計画してる段階で、検挙できたらいいんじゃないかということで、この共謀罪が出てきたと思うんです。だからテロっていうのは本当にもう新しく言われてることで、今テロって言えばもうみんな、だから先ほども言いましたけど、世界中でもテロだったら、まあ人権がねかなりこう抑圧されても、もう国民も問題文句言わないんじゃないかという、それに乗っかって今はテロっていうのを前面に出してきたんですよね。ですけど、まあ2003年に最初共謀罪ができて出てきて、その後法案3回国会に出すんですけど、全部さすがにちょっとこの法律はひどいんじゃないかっていう、まあ反対意見も与党の中からもあって、で3回廃案になるんですよね。まあ、その後まあ民主党が政権取ったりとかして、まあ、こういう法律はまあなくてもいいと、実際なくてもいいんですね。別に今の法律で、じゃあその共謀してるね暴力団とか、例えば暴力団組長がお前は誰々殺してこいとかね、そういうのは処罰できないのかって、そんなことは全然ないわけ。テロ組織も処罰できるんですよ、今の。いや、そんなのもちろんできますよ。テロ組織じゃなくて、例えばこの3人で何かね銀行強盗しようとかって共謀してたってできるわけですから、だけどそういう今の法律でできるんだけど、この共謀罪というのは非常にもう広く網をかけて、なおかつ共謀っていうなんかこう定義がね曖昧なね、じゃあ共謀ってどういうことを共謀っていうのかって、しかも犯罪が起きてないですからね。例えば銀行強盗して実際その銀行強盗するためにいろんな準備してとかってこう行動に出てればね、それはまあはっきりと銀行強盗しようという犯罪を犯す意思が分かりますけど、例えばここでもうじゃあ天野さんこういう本書いてんだから
もうこれじゃあうちらで銀行さやっちゃうよみたいな話をしててどこまで本気でそういうふうに言ってるのかなって分かんないじゃないですか。お酒のね席ではそういう話はしょっちゅう出てきますよね、いろんな、ね、それをそんなのは今だから政府はね、あのそんなあの酒場でねそういうふうに言ったのは取り締まりませんって前一生懸命言ってるんですけど、それ今は最初はやらないですよ、最初それであったら大反発するから。だけどいつかはだってそんないくら酒が入ってたって別にあの酒飲んでね、あの酩酊してそのあのまあ意識がねあのそのなんて犯罪の話がちゃんとできないほどではなかったって絶対裁判所認定するんですから、それはだからいつかはやるんですよ最初にはやらないっていうだけの話で、だそれはやっぱりあの本当にうん、あとだから共謀の問題で忘れないうちにとくと、例えばそういうふうに ここでまあ冗談っぽくですね、まあ、そういうふうな、まあ、ちょっと犯罪になるようなことを言ったとするじゃないですか、はい、で、それであのなんていうんですか、であの翌朝になってね、なんか昨日そういえばなんか天野さんたちと飲んだ時になんか銀行強盗しようだとか、なんかどっかの女の子を襲っちゃおうとか、なんか結構調子に乗ってなんか言ってたなみたいなふうに思って、だけどあれってもしかして強行罪ってことになっちゃうのかなと思った時に、もう一度言っちゃったことは取り返しがつかないっていうこの法律なんですよ。だからあの今までだと実際にそれをね、じゃああの銀行強盗するためさっきも言いましたけど、いろんなバールを用意するとか、うん、まあ、いろいろ準備をしたりとか、あるいは女の子を襲うんだったらその襲うためのいろんなあの、まあ、睡眠薬でも何でもいいですけど、うん、用意するとかね、その準備とかを、まあ、あのしなければ別にそんな、まあ、ただ言ってただけだからでいいんですけど、もうあの今共謀罪になるともうそれ言っちゃうともう取り返しがつかなくって、うん、もうそう言っちゃったらもうすでに犯罪になっちゃうわけですよ、うん、でですよ、取り返しは不可能なんです、ね、取り返しは不可能なんです。で、じゃだから一つだけあるんです。一つだけあるのは自首するんです。言っちゃいました。自首すると、これはあと自首した人だけあの罪が免れるんですね。自首した人だけは、で他の人は当然罪は問われるという。で、だから昨日こんな増山さんと天野さんと話しちゃったんですけどって自首すれば、警察には「お前はよく言ってくれた」と、じゃあお前は許してやる、あとの2人捕まえるからみたいな、もっと詳しく聞いてほしいですね、こういう法律なんですよ。だから本当にどれだけね、これからこれが悪用されて、今あの現代の治安維持法って言われてますけど、もっと使われていくかっていうのはもう目に見えるようですけどね。あの沖縄の山城博司さんって皆さんあのご存知でしょうか。ほとんどの方があの知って、でも半分くらいが知られてないかもしれないんですけれども、今このテロ等準備罪なのか容疑が曖昧で明確じゃない形で沖縄の、辺野古の基地反対運動を、やってるリーダーの方がもう140日拘束されてるんですね。で、何の容疑かというと、その、運動の中でフェンスを切ったという、そのフェンスを切ったっていうのもこう針金みたいなところにナイフがついているような、そういったちょっと触ると傷がついちゃうようなこうフェンスを、フェンスの周りにこう危険なこう柵みたいなものがあって、それがこう運動にとって危ないからっていうことで一部切ったということらしいんですが、140日ってすごいと思うんですよ。その前は、沖縄の基地反対運動って割と逮捕がよくあって、それでも捕まった翌日には、釈放しろっていうことを名護、市長、名護の、名護署の前で、運動の方が抗議すると、翌日には、解放されたり起訴はされなかったりという形だったんですが、今回のは長いぞということで、でなんかじわじわ恐怖が私もあるんですよね。報道だと読んではなりません。ここは報道の自由がここまで踏みにじられたことに対するマスコミ人としての強い危機感と決意の表れだというふうに理解をしなくてならないだろうと思いますが、今私たちは地元の新聞社が社運をかけてここまで政府権力に立ち向かうという姿勢を示している以上、この新聞社を、地元の新聞をタイムズ新報を支えていかなくてはなりません。はい、
年間回してきたんだよ、俺は。ほら、基地はノーだ。また飛行場の番号を聞いたことあるなんだって。そうやろ、基地はノーだぞ。どんな感じで否定するんだ。基地的だったらいいんだけど、そこの伸ばす筋が切れてるかもしれない。わかんない。これ引っ張らせるとき、ここを突っ込んだんですけど、ここを やって、うちはこっちにいたかったから、ここを集中してないけど、ここやられたら分からなくて、無理やり立てつけてた、けがに1人、他にありませんか。転ばされた。どんな時に拘束されてるところをどけようとしたら、突き飛ばされてから。ああ、なるほど。拘束するなのに勝手に。私は山城さんにはこの貞子の鶴にも、実は出ていただいたり、その撮影許可をいただくことで何度もご挨拶に行ったり、すごく尊敬してよくしていただいて、共感して一緒に仲間だと思っている人がこんなに長い間もう出てこれないと。これが次は私かもしれないし、天野さんかもしれないし、寺澤さんかもしれません。皆さんかもしれません。で、これと同じことが今日、お配り、持ってきた DVD に破片の真実っていう DVD 作ったんですけど、あれは、元自衛官では、自衛官の方のイラク戦争中にクウェートに派兵された、その 一部持ってきていただいてもいいでしょうか。ごめんなさい。そのこの方もね、不当逮捕されたんですよ。私今は抑留はされてない。今は戻りました。でもこの方、池田頼政さんという方なんですけれども、イラク戦争中にイラクに派兵されて、そこで米軍関係車両に引かれて、でその事故のあったんだけれども、すぐ適切な治療を受けられなかったので、顎の骨に後遺症が残って、口が1ミリしか開かなくなっちゃって、でその身体障害を負っていて、でだんだんこう神経の障害も出てくるということで、手が書けなくなってきたりして、で志願退職させられて、労災もちゃんと受けれていないということなんですけど、このイラク戦争中、小泉政権は誰も事故に遭わず元気に帰ってきたって言ってたけど、実はこういった事故があったよということを、彼は責任を追及する、国賠訴訟の裁判をしていたんですよ。この方こそ、その安保法制の時に自分が出てきてこんなことになりますよと、派兵された後はこういった現実がありますよということを一番訴える力がある方だと思うんですけど、ちょうど時期に逮捕されたんですよ。それも友人の万引きを目の前で見ていて止めなかったというへんてこな罪で、で3ヶ月以上逮捕されて、それ3ヶ月だったんだ。そう、でも 2回も逮捕されて、また別件で今度は暴力事件を、最初暴力事件を起こしたって。でも彼は身体障害を負っていて、1日ほぼ寝ていなきゃいけない時間が長い、そこまで体力がある方じゃないのに道で暴力を振るったという容疑だったりあるんですが、なんかね、重要な人物が、政権にとって一番都合の悪い人物をじゃあ捕まえちゃえみたいなところが、これも冤罪の可能性高いですよね。なんかこれ当時報道されてましたね、確かに、はい、逮捕された時私見た記憶があるので、はい、なんかだんだんそういうことが頻発してるんじゃないかなと。日本の警察って、選挙の神様といわれる、斉藤さんともちょっとね、この間あった話だけど、斉藤さんも選挙法違反で逮捕されちゃって、そうですね、まあ、当然なんか難癖みたいなもんなんですけどね。だからそういうふうにこう権力に都合の悪い人間っていうのを逮捕する、不当逮捕するような政権なんだっていうことを、やっぱり日本人は意識しておかないと、いやいや、そんなことまでやらないだろうとかっていうのは、いろいろ実例見ると甘いんじゃないかなと思いますよね。はい、だって実際にそういう形で不当逮捕を今までしてきた、はい、今でもしてるわけですよね。今でもしますよね。その政権が共謀テロ等準備罪という名のもとに共謀罪をこう持ってしまうっていうのは非常に
まあ、恐ろしい話だなと思いますね。まあ、政権というよりは、ね、警察の修正、検察の修正として、だからそれを、まあ、システムって言った方がいいと思いますけど、はい、システムとしてそういうこともやるんですね。こういう、あ、まあ、これも元自衛官の方の対応もそうですけど、まあ、とにかくこいつはもうあのちょっとうるさいから黙らせろという、そういう、なんていうんです、命例えばじゃあ総理大臣がそれ命令するかって言ったら、まあ、命令はしないですけど、霞が関全体の、ね、感じとして、あ、こういうやつが出た時は ちゃんとこういうふうに処理するのがここの霞が関村のルールだなというのが戦前からあるわけですよ。でそれに従って行動してるわけですから、システムになってるんですから、うん、だからその今ね、あの安倍政権をすごい支持してるから共謀罪もいいじゃんとかっていう人もいるんですけど、別に安倍政権だから共謀罪を悪用するとかしないとかじゃなくて、うん、そういうシステムを作っちゃうと絶対それはシステムなんだから、うん、悪用 されるんですよと、この、うん、あの永田町とかの霞が関のあたりのシステム、権力機関もそういうことをやってくるってこと、それが分からないと、だからそういう、こういうシステムを作っちゃいけないよって話をしてるわけなんです、うん、あのどういった内容がその犯罪の、内容に、対象になるのかということなんですけど、共謀罪対象犯罪の内訳、今ここにも書いていただいてありがとうございました。あの共謀罪対象の内訳、計277つの、罪が対象になります、うん、一番目が一番大きいんですが、テロの実行、2人は具体的には、組織的な殺人、ハイジャック、流通食品への毒物の混入などが対象になるそうです。また、薬物、覚醒剤や大麻などの輸出入、なども、あの、この対象になると。で、人身に関する搾取、これが28件で、人身売買、強制労働、自動買収、自動回収の斡旋などもこの、あの対象になりそうです。またその他の資金源101とありますが、通貨偽装、組織的な詐欺、犯罪収益の、犯罪収益の、すいません、これ読めません。いあなの、はん、なんて読むんですかね、これ。ですか。陰徳ですね。陰徳ですね。すいませんでした。陰徳。隠す。で、司法妨害というのもありまして、この司法妨害が、偽証、逃走援助というふうになってますか。偽証ですか。偽証、すいませんでした。偽証、逃走援助というのが対象になるそうです。今後、具体的に判明した、罪の名前が具体的に判明した段階で対象に加えることの是非が国会審議の焦点の一つとなると。全体を5分割してテロの実行に関する犯罪は110あるということです。テロ対策などとして国際組織犯罪防止条約の締結を目指しているそうで、条約は4年以上の懲役を定めた重大犯罪の合意などを犯罪化するよう要請している。現行法に当てはまると676に上るが、公明党が広すぎると指摘していたと。で、今あの寺澤さんがおっしゃったように、この事前にこういうことを計画してしまったよというふうに自白しに行くと、それで罪が軽減されるということなんですが、これって仲間内のこう関係性を著しく悪くしますよね。密告社会みたいな、まあ、司法取引ってもう導入したんですよね、去年の刑事訴訟法で。そうだから、そこともリンクさせている内容ですよね、うん、この内容だから。司法取引もあの司法取引だけでこうやってるわけじゃなくて、まあ、こういった共謀罪とかとリンクさせながらそういう形で作り上げてきてると思うんですよね。そうです、うん、だから一つの秘密保護もそうだし、うん、そうです、うん、そういうのでこう権力のその逮捕権っていうのを強める、うん、あと内部そういう形であの、うん、逮捕しやすくしてるってことでしょう。あと2005年の時点などに比べて今の時点で変わっていることといったら、やはりテクノロジーじゃないかと思うんですが、その警察の捜査でテロ等を準備していると思った方に対して、例えば車に GPS を載せるとか、
この今でもその 犯人ではないかと疑わしい方に対してこうGPS を車に警察がすごいマグネットの強いやつがあるみたいで裏にペタッてくっつけるらしいんですよね。でそうするといつどこに自宅から犯行場所に行き来している姿が全部わかると、何時何分にどこに行ったという記録が全部わかるけれども、逮捕前にそういった個人の領域まで踏み込んでいいのかというようなテレビのドキュメンタリーが先日もやっていたんですが、これ発言するかもしれないような人間とか、もしくはそういった発言がちょっとこういうワードをよくフェイスブックでつぶやいているとか、共謀罪の勉強会にいらした皆さんとか、なんかそういう方まで対象になったらたまったもんじゃないなと。この間あの、まあ、見られたかもしれないですけど、はい、スノーデンっていう映画をね、はい、オリバーストーン監督が見ました。はい、いや、僕はあのその前のあの七時の方を見て、あのそのスノーデンはまだ見てないんですけど、はい、それをまあ見に行ったんですけど、その全その世界の人間がこういったスマートフォンとか持ってると全部その盗聴されるって言うんです。だからスノーデンがその告発するとき、ジャーナリストの前で告発するときに、香港で告発するときに、そのスマートフォンは全部電子レンジの中に入れてくれって言うんです。なんでかというと聞かれるから。電子レンジってそれを電子レンジにするとシャットダウンするって、その、あ、電子を。だから電子レンジだから入れてくれって、じゃないと盗聴される可能性が高い。何話してるか聞かれてしまう。だからもうこれがもうすでに盗聴器なのかもしれない。でまあそのスノーデンの映画でやってたのは、あのやっぱこういったもので全部監視されてるってことです。で向こうから見えてる、こちらのカメラでもう CIA の NSA のところとも直結しちゃって、向こうの画面で見れる、で聞ける。これそのものがもうすでに盗聴器であり盗撮器ということは、ここで話していることは全部もう聞こえられる聞こえてるってことでしょう。そうだね、それが本当なんだ、うんうん、だからもうそういう社会だってことです。もうその人間がどこにいて何を話して何を見てるかっていうのを全部見れる社会で、ネットの検索も全部見れる、メールも全部見れる。のスノーデンさんは横田基地に、監視業務で勤められていて、その時に名義貸しをしたコンピューターの会社があって、日本にはそのコンピューター会社の人間だということで来日した体で名刺なんかを持っていたらしいんですが、本当の仕事はその監視するという、米軍から依頼されたというか、米軍の中の監視組織のメンバーとして来日、横田基地で働いてた、横田基地で働いたっていうんですけれども、横田基地でそのプログラムを彼は作ってて、でその、全日本のインフラの破壊をもう組み込んである。日本がアメリカの同盟国から離れた時に、日本の電気からダムから原子力から全部止められる、インフラを止められるマルウェアっていうソフトをもう組み込んであるっていうふうにオリバー・ストーンの映画では出てました。つまりもう日本政府は全部抑えられてることなんです。でそこで言われてたのはね、あのアメリカ の CIA が、日本の盗聴をしたいっていうふうに言ったんですね、日本の公安関係者に対して。でもその盗聴に関しては、監視に関しては法律で禁止されてるんでやりませんって日本側は言ったって言うんだけど、それでもアメリカは無視してやってきたっていうふうにそこでは言ってます。まあもしそれが本当ならば、まあ、日本というのはまず独立国家じゃないということなんですよ。でかつまあその一応だから日本の公安は拒否したとはいうことですけど、ね、うん、ただじゃあそれを平然と無視してやられる状況にあるということでしょう。アメリカの情報機関に日本の全盗撮とか盗聴とかそういったものをやられる、そしてその日本のインフラを止められる、即時止められるような状況に日本というのはあるということです。だからこのテロと準備罪っていうのは確かに日本の法律だけども、まあ、そういったアメリカとの
国際的なものとの連携っていうのもあるのかもしれない。それは悪い意味ですよ。悪い意味でのそのだから日本をこういった形で監視して盗撮して、スノーデンが告発しているような悪い意味での国際的な情報ネットワークの中の一つとしてこれが作られる可能性で、それはもう日本の、 あの政府とかそういったものを超えちゃう可能性があるわけですよ。だって日本の公安は断ったっていう、 CIA が監視して日本国民を監視したいっていうこと、それでも断ったんだけど無視して監視される仕組みが作られちゃった。その沖縄の山城さんの件は米軍に対してこうの運動をやっている方が日本の警察によって、逮捕されているということで、もう合体しているようなところがありますよね。でもう一つあの寺澤さんにお聞きしたいんですけれども、例えばその警察が盗聴したりスマートフォンのデータを警察や政権が調べたいと思った時に、例えば au とかソフトバンクとかそういった企業から個人情報をあの政権や警察が把握するとかいうことって今まではあったんですか？まあ、今までは、はい、いうことで言えば、はい、もうそれはあのもう戦後、はい、戦後もずっとあの公安警察が盗聴っていうのはまあやってきたわけですよね。そう室内盗聴をやったりとか電話を盗聴したりとか、まあ、今、まあ、メールの盗聴とかも多分やってると思うんですけれども、まあ、これも手法の一つとしてやってるわけで、あの天野さんおっしゃったのは、私ちょっとその映画のそのシーンを見てないから分かんないんですけど、まあ、日本の公安警察的には別に日本でやってるからお前らやらなくてもいいよ日本でもやってるからまあいう気はしますけれども、まあ、それあと国家試験として当然ですよね、まあですけどアメリカはまあアメリカの国益でやってるんで、まあ彼らがやりたければ別にあの日本人の人権なんかどうでもいいわけですからそこが怖いですよね、まあ、だけどそれ誰も守れてくれないそうそう、でだからあの、まあ、そういう意味で言えば別にあの盗聴とか盗撮っていうことは珍しいことではなくて、うん、あのこれは昔からあの日本に限らないですけど、まあ、警察情報機関とかやってきたことだから、さあまあなくならないですし、どんどんテクノロジーによって進歩してもうほんと全て の, あのスマホが、盗聴機盗撮機になっちゃうよっていうことにはなってると思います、うん、ただだけども数が本当膨大になっちゃってるんで、リアルタイムでやるっていうのはもうほとんど不可能ですから、うん、結局何か起こってから検索をかけて誰がやったんだっていう形になるんじゃないかなと、まあ、それしかないんじゃないかなという気はしますけどね、うん、その盗撮っていう盗聴とかね盗撮っていうことになると、先ほど共謀罪とセットになると非常に恐ろしいと思うんですね、うん、つまり行ったらもうそれは証拠だと、で取り返しがつかない、内部それを国家あの警察に自首してくるまではそれはずっと保管されている証拠としてっていうことでしょう。だから非常にそれはあの共謀罪とセットになると非常に恐ろしいことだなと思います。それがずっと記録されているわけです、はい、うん、まあ、だから共謀っていうのはだから話し合うことですか。例えばこの部屋でこういう会議をやってました、その会議でね、例えば冗談かもしれないけどこんな話が出ましたというのを、だってじゃあどうやって警察が知るかって、この会議に出てた人から聞くとか、うん、あるいはここのどっかに盗聴器を仕掛けるとか、うん、そういう手しかないわけですよね、うん、あるいはあの警察官が身分を隠してここに座ってるとか、うん、だからそういうやり方があのこれから導入されるってことで、捜査手法としてこれを、うん、これをこの法律をやれば共謀罪を導入すれば、うん、今度そういう捜査手法を盗聴盗撮をさらに、強化して、うん、なおかつあのスパイをこう潜り込ませたり、あるいは警察官自身が身分を、偽装して潜り込んだりとかっていうやり方を、うん、今度次にはそれ、うん、これを導入した以上は導入せざるを得ないっていうか、まあそうそう、これをそれをこれを導入すれば次に、やるのはそれだっていうのも分かりきってますよね、うん。私2004年の行動が、反自衛隊的活動だったということで監視されてたことがあるんですよ。これは、戦後初めてあの公になったの自衛隊の情報保全隊が市民を
盗聴だとか、あとこういう集会で何を発言したかリストに、こんな分厚いリストにして、その反、イラク戦争の反戦デモが盛り上がっていた時に、活動していた全国の、市民運動家の方の活動記録が出てるんですね。500人以上の方が対象となってまして、まんまと私も対象だったんです。でその時に最初赤旗のスクープからあって、赤旗の記者から電話があって、増山さん何年の何月にこういう行動をしてましたかって言うんですよ。なんでですかって。そしたらこのこう27歳画家って増山さんのことだと思うんですよって。でイラク戦争中にイラクに行ってアート交流をしたことがバッチリ自衛隊 の、 あの資料として、公式な資料になって残ってたわけなんですけど、そのことを、東北の方ではずっと問題として、裁判で責任追及を行っている方もいるんですが、私は裁判まではしてなかったんですけど、ひどい問題だなと思って本に書いたり、桃色のジャンヌダルクというドキュメンタリーの映画でその記者会見のシーンを、紹介したりっていうのはしてたんですが、あれからもう私は全ての電話は盗聴されてる、全てのメールはもう見られてる、家の会話はどっかに盗聴されてるというふうに思って気をつけて生きていきました。だから麻薬の売買に関わったこともないですし、なるべくあの犯罪らしいことは、してないですね。してないんですよ。あえてしません。特にあの絶対バレるだろうと思ってるから、だいたいその別件逮捕っていう形で来るだろうと思ってるので、貧困法制におかげで生きてこれたわけなんですけれども、でも気持ち悪いなと思って、なんかどんどん、それは初めてだったんだけど大きなニュースになったけど、今もしそういうことがあってもあんまり話題にならないような、でもその資料を読むのに本当に気持ち悪いんですよ。例えば、どこどこ岡山のどこどこ公民館で15人の集会があった、誰々がこんな発言をしたとか、そんな細かく書いてあるんですよ。だからまさに今はもっと完全に把握できるようになってるでしょ、電子で、あのそういうスマートフォンとかいろいろ電子技術が発達してるから、もう完全にその人間の行動とかその検索内容からもう全部把握できる。なんかあなたのおすすめの商品はこちらですとか、どんな服が好きでどんな音楽が好きでとか全部把握してるもんね。あの情報をもし政権が全部セットで握ったら、どんな女を送り込めばハニートラップ引っかかるかとか全部のお見通しですよ。困りましたね。そうですね、あの、はい、Amazon でね、あなたのお好み本はこうですねって出てくるでしょ。ということはあなたのお好みの女性はこういう人ですねっていうのも当然簡単に把握できる。それはで原発関係のこともやってても、あこれはあの、その捜査の一環でスパイかなとかいう方もよく会ったことあります。でこれは被害妄想だけではなくて、実際に公になった問題として、ね、あの2011年 の、 あの311の直後に政権は7000万円の予算をつけて、原発反対運動を、妨害するために朝通 DK という広告代理店にお金を払ってるということが明らかになったんですよ。実際私あの時全国のお母さんたちの運動が起こって、で私は東京から実は関西にね避難したんですよ。でそこで、関西のお母さんたち、東京のお母さんたち、そして福島にも行ったし、いろんなところのお母さんたちの運動と一緒になって、文科省にあの抗議したり、給食を安全なものにしてくださいって言ったりしてたんですけど、そのお母さんネットワークの中に朝通 DK の社員来たんですよ。でなんかね、あのプロフィールに対して本人が違うなと思ったんですよ。こんなことを言うんです。同じ東京の中でもあの時、汚染が割と激しいというか濃かった地域とそうではない 東と西でちょっと違ったんですよね、その濃淡が。でなるべく線量の濃い地域の、シングルマザーっていう肩書きでお母さんネットワークに入ってくるんですよ。そうするとわあそれは大変ねって共感しやすいプロフィールで入ってくる。でもあるお母さんが気がついたんですよ。ちょっとメイクが濃いし、ちっちゃいお子さんがいる感じには見えないよねって。でお子さん連れてきてはなかったんだけど、人のお子さんに対しての対応がなんかお母さんっぽくなくないみたいな女の感って鋭いもので、でその後
政府に対しての提案書みたいなお母さんたちが書いてたのを、それをちょっと自分の上司に見せていいかなんて言うんですよ。で、上司って誰って言ったら朝 2DK なんだって。で、朝 2DK の幹部をお母さんたちの会議に連れてきていいって言って、で、ここであれ、あの人スパイなんじゃないかという話になって、じゃあメーリングリストから外そうってことになってたんだけど、ひょっとしたらじゃあそのプロフィールが全部嘘で、嘘のプロフィールで一番運動体に信頼できると思われる肩書きで入り込んできて、その情報を、全部報告してたのかもしれない。そういう人間を広告代理店として送り込んでたんだと思うんですよ。そのうちの一人がうちに来たんだから。まあ、そういうのは昔からありますよね。ありますね。それがこの共謀罪っていうことが、進むとさらに、まあ、いろんなことができる。大っぴらにやれるようになるってことなんですかね。まあ、共謀を立証しなきゃいけないんだから、今度からそういう捜査を大っぴらにやりますよと。さっき GPS の話してましたけど、はい、GPS の取り付けるっていうのは、まあ、ここのところ、まあ、最高裁判所が今度判決も出すということがあって盛り上がってますけど、もうあれやり始めたのはかなり昔で、もう本当まさに GPS のナビがもう割合こう、普及していくのかなっていうぐらいの頃からもう警察やってましたから、私も直接聞いてたので、だからやるんだけど、まあ、こうやって表に出てくるのは後って感じですよね。もうやってる、やってだ、最初だからやってて、それが氷山の一角ってことですね。もうあと、もう今こう公然とね、今こういうことやってます、表に出て、じゃあもう令状がいるんだったら令状取ってやるようにするし、まあ、令状いらないんだったらそれはそっちの方がいいに決まってるんですけど、まあ、だけど、まあ、そんなもうはるか昔からもうそういうことはもうやってるわけですよ、内緒で。なんでね、こう反対が増えるじゃないですか、こういう法案を通そうとすると、はいはい、それでも強行しようとするのか、それはどう思いますか、こういう法案を。まあ、これはだから、警察、検察にとって非常に誰でも捕まえやすい法律であることは間違いないですよね。だ、警察とか検察にとってそういう法律は一番嬉しいわけですから、うん、さっき山城さんのこととか出てましたけど、ああいうのも転び工房って言ってね、あの場合は防衛省の職員ですけど、警察官とか防衛省の職員がわざと目の前で転んで、あ、こいつに押されましたって言って、公務執行妨害だって言って逮捕するんですけど、そういうのを、そうですね、まあ、そういうの公然とやるんですけど、まあ、だけどそれはいかにもなんかあまりにもこう手口としてね、今はだって反対側だってビデオを撮ってますから、まあ、スマホでも撮れますし、まあ、そういうのだんだんやりにくくはなってるわけですよ。なので、じゃあ今度別のね、進化したなんか、誰でも捕まえられるようなのをじゃあやろうっつって、この共謀罪はこれ絶対便利だよと。しかもだから、そのあちこちにね、スパイを潜り込ませたりとか、自分たちが警察官が潜り込んでいくことがもう公然とできると。だって今まで例えばこういうところに警察官らしき人が来てても、ねえ、まあ、なんていうんですか、まあ、来てるかなって感じでしたけど、これからああいうのは普通になるわけですよ。その警察官らしき人がこういう必ずなんか、市民でちょっとなんか政治っぽい話とか、まあ、経済でもいいですけど、ね、そういうちょっと政府の、ね、政策と違ったようななんか勉強会とかってやると、まあ、とりあえずじゃあ誰か行けって、所轄の警察署から誰か来てね、ここぐらいのもう熱心にメモ取るとかね、そういうのが当たり前の風景になりますよね。それが警察官が送り込まれるだけじゃなくて、その朝 2DK は広告代理店だったけれども、例えばそのさっき言った au だとか、企業名出すとあれなのかな、携帯会社だったり違う民間の企業もこう委託みたいな形で取り込まれていく可能性があるんじゃないかなと思うんだけど、うん、だからそれは、ね、警察から言われたらさ、協力せざるを得ないじゃない、ほとんどの企業、警察からこういうことで依頼したいとなったら協力をしてほしい。だから警察にだから依頼された民間人が、はい、まあ、警察官行くとさすがにちょっとなんか、警戒されそうな雰囲気がね、やっぱありますから、ね、だからちょっとお前のとこの誰か行かせてくれとか、あんたが行ってくれとかっていうのは、
まあ、民間人に協力を依頼する、まあ、民間人なかなか警察のことを拒否できませんから、うん、っていうのも増えるんじゃないですかね。もうそうするとだからもうここにいる人一人一人がもう分かんないと何にも話ができないと、絶対身元が大丈夫な人同士じゃないと話ができないということになりますよね。怖いですね。人を疑うところから始めなきゃいけないというのも、仲間が作りにくい社会になって、監視社会のナチスドイツ政権下の、隣近所が密告し合うような、自分の点数を良くするために誰々が何て言ってたよっていう話をこうするようになると考えると怖いなと思います。で、今からこれを阻止するためにはどういったアクションをすればいいのかしら。まあ、阻止するだろう、まあ、だけど過去3回法律が出た時もやっぱり自民党、公明党が圧倒的多数の時に出てますからだけどあの時とちょっと違うのは、もうなんか自民党とか公明党だからこれやばいぞと思ってる人たちもなんかもうあの 声をね、あの十数年前にこれ強行罪法案国会でやってた時はまだ自民党公明党の中からおかしいぞって声が結構出てきて、でなんとかこう止まった感じもあったんですけど、今全くもうなんかもう安倍さんの支持率も高いし、まあ、もうなんかやっぱ余計なこと言わない方がいいのかなみたいな感じになってますから、でそこはちょっと今回は非常にあの違って、まあこのまま本当数で押し切って通すのかなっていう気がしますよね。え、そんな風に運動のリーダーが言っちゃダメじゃないですか皆さんが一人一人がこう騒いで止めなきゃいけなくて、でまたメディアに対してあのお食事をこうあのご馳走したりっていう政権 の活動もありまして、力がなくなったり声を上げているジャーナリストの方が少しずつ減っていったり、テレビから報道ステーションでもあのキャスターが変わったりという状況があるので、メディアだけに頼っててもしょうがないので、一人一人がこの問題を発見した人があの言って、テレビにも新聞にも報道して、もっと問題を報道してくださいと言ったり、一人一人がブログを書いたり周りに言ったりして、なんとかの止めないとダメなんじゃないですかね。怒らないと、あのあとあこの安倍晋三保育園の話もしてもいいですか怒り浸透なんですよ皆さんどう思いますか市場の1割の価格でゴミがあるという理由で、買ったということなんですが、今、話題になっています、あの、森友学園なんですけれども、その森友学園に対してお二人のご意見をお聞きしたいのと、これ安倍さんの自分たちが関わってなかったと、もし関わっていたらあの総理の座を辞めることも辞さないぐらいなことを言っていたのに、結局奥さんがホームページから名前を削除して名誉校長じゃなくなって、はい終わりみたいな風潮になりつつある気がするんですけど、これももっと怒らなければいけなくて、また、もう一つ大きな問題は教育の現場で、あの教育直後を、読ませているということなんですよ。この教育の問題に対して今日はここに来れなかったんですが、今出ている週刊金曜日で、あの金曜アンテナ欄に文科省の教育指導要領改正案を公表という記事を書かれているあの教育ジャーナリストの永野さん、永野敦夫さんから、今日この話もしてほしいという、ことを言われた内容があるので皆さんにお伝えします。この教育直後なんですけれども、もともと戦争中に、各学校で全て教え込まれていて、全ての、教科よりも上だと、天皇が一番偉くて、一人一人の人権よりもまず国家ということをそうあの刷り込ませるために、読んでいたということがありまして、それが軍国主義とつながっているので良くないということで、戦後はこの教育の現場からはなくなったものなんです。それが、保育園というところであの普通に読んでるということ自体がおかしなことですし、その教育方針が素晴らしいと首相夫人が公式に発言することも非常識ですし、
そこにあのこともあろうに総理大臣が関わってたなんて大変なことなんですよ。奥さんの名前を排除すればそれでいいということではなく、この背景にある大きな国策に対して今ノーの声を上げなければなりません。でちょうど今ねパブコメを集めているんですって。これ重要なんですよ。今その教育直後に関わってくる教育の改変が行われていまして、自衛隊に対するあの教育も今までは中学生になるまで教わらなかったのに、今は小学4年生になると災害救助をしてくれるいい組織だよっていうことを、刷り込むんだって、教育するんだって。でその後戦争に協力するあの自衛官が戦場に行ったりするんだよということは小学校の時には教えないで、いいイメージだけをまず、ああ自衛官っていい人たちなんだっていうイメージをちゃんと教え込んだ上で、中学3年生になってからその、戦争と自衛隊の問題について学ぶというふうにカリキュラムを変えられようとしてるんだって。で、今この文科省に対してこのパブコメがちょうどあるということなんですが、何のパブコメかというと、児童生徒に安倍流の国家主義を押し付けないように文科省パブコメに応援しましょう、応募しましょう。1、文部科学省が大法的基準として各校の教育課程編成に法的拘束力があるとする学習指導要領以下要領を改定する案について、同省教育課合田哲夫課長は2月14日のホームページで3月の15日までパブコメを公募するとしています。この3月の15日までに文部科学省のホームページで意見を書くことが重要です。戦時的教育に戻るような今の、日本の教育制度が良くないと。でこれからその、森友学園だけではなくて全国で下手をすると教育直後を読む教育が、行う流れが作られるかもしれません。道徳教育の強化か反対っていうことなんですが、この今までは道徳教育っていうのはやってもいいしやらなくてもいいし他の教科よりは重要じゃないよというこういう宙ぶらりんな状況にあったんですが、これが道徳教育が大きく前面に出てくる内容に教育が変わろうとしてるんですね。これに対してノーも言わないとその森友学園の教育制度が全ての公立学校で行われるような状況が起こりかねません。こういった声をぜひ多くの方が、言ってください。その3月15日までのパブコメです。宛先や件名等の公募要領については2に載せますということなんですが、学習指導要領と改正案に対するパブコメは表面上段の文面のように件名、氏名、年齢、性別、職業、住所、電話番号を記入した上で意見の順でお書きの上、ファックスの人は03-6734-4900、電子メールの人は指導要領@mext.go.jp にお寄せいただければ幸いですということなんですが、ここに皆さんの、 あの教育に関する安倍政権のこの変更指導要領の変更に対してのご意見を書いていただいて、なるべく多く、とにかく軍国教育化につながる道徳教育の、道徳教育をその一般の、科目よりも上に持ってくるようなその教育の改変は変えやめてほしいというようなこと、いや今回 の、 あの 安倍晋三小学校の件も書いてもいいと思うんですよ。こういったことは許されるべきではないと、といった怒りの声をいつでも多くやることが大切だと思うんですよ。パブコメってこうなかなかメディアも言わないし、いつどこでやってるかわからないんですが、そのも、まあ、森本学園のね、森友学園の、まあ、県というのはあれ9億円の国有地を1億円で払い下げたってことでしょ。
はい、でそこになんかあなんでそんなことになるんだって話でしょ。まあゴミが出てきたということなんですけど、ゴミが出てきたからでもちょうど、うん、そのレンタル代をしばらく、うん、賃貸料を払った上でさらにそこにあの、その後にあの買うという話だったから、まあ、それが一気にその追求しなきゃ10分の1に減ったと。工事費用がどれぐらいかかったのかとかそういうのは全部追求しなきゃダメってことだね。はい、うん、そうで、あとその個人 の, あ の, その教育の問題なんですけど、うん、結局ねその教育直後とかそういった道徳のその科目 の, あの設置、うん、道徳教育っていうものをこう前面に押し出してきたっていうのは、あの道徳教育そのものは、まあ、中身やいやが重要だと思うんです。道徳教育しなくていいとは思わなくて、道徳っていう概念、まあ、倫理っていうのかな、うん、そういう概念は必要だし、そういう科目は当然あっていいと思うんだけども、中身が必要な、中身が重要なわけですよね。でこの共謀罪の件もそうだし、その司法取引の面もそうだし、秘密保護もそうなんだけど、結局これ一貫してるのはね、その国家権力というか、その国家の権力をこう強めていくっていう、でその市民に対する監視やその市民の権利を奪っていくっていうところは共通してるわけです。秘密保護法にしろ、司法取引にしろ、今回の共謀罪にしろね、そこの市民の権利を奪っていくというところに非常に問題があって、で自民党の改憲案っていうのもそこと直結してるわけですよね。自民党の改憲案っていうのはその個人の基本的人権を永久の権利として保障するみたいなところが削除されてるわけですよね。で拷問を絶対にしないっていう絶対を外してるわけですよね。拷問しないっていうこと絶対を外してるわけで、結局国家というものが公の秩序というものを最高の原理に置いていて、個人の尊厳はその中で、個人の権利っていうのはその中で保障されますよっていう憲法なんです、自民党の改憲案って。今の日本国憲法と何が違うのかというと、まあ、日本国憲法というのは個人の尊厳を目的にして作って、じゃあどこで人権を制限するかというと、人権と人権のぶつかり合いの中で、その人権が、その人の権利があの他者の人権を犯すのであれば、それは制限しなきゃいけませんよね。人を殴る自由とかそういった自由はないですよねっていう、人権と人権の中でのその人権を守るために人権を規制するっていう発想なんだけど、自民党の改憲案っていうのは公の秩序を守るために人権を規制するっていう内容なわけです。だからそこが全て一貫してるわけでしょ、これ。テロと準備罪とか共謀罪、まさに公の秩序を乱すことがテロだ。その道徳教育っていうのもそうで、その道徳教育をこう前面に押し出してきてるっていうのは、じゃあ彼らその道徳教育の中身をどうしたいのかというと、公の秩序の下で生きなさいっていうことなんですよ。要は全ての価値基準、権力の言うことを聞きなさいってことですよ、公の秩序っていうのは、ね、でそれからそれよりも上の概念はないっていう教育を彼らはやりたがってるわけですよ。だその教育直後っていうのはまさにその典型です。中身として。権力を敬え、天皇を敬えっていうことで、うん、お上を敬えってことだから、うん、であなたたちはその命令を聞きなさいっていう内容でしょ。それはまさに個人の尊厳というものを目的にしている価値観とは全然違うわけです。むしろ制限するものです。そこに危険性があるし、この教育の問題にしろ、道徳の問題にしろ、このテロ等準備罪の問題にしろ、全部そこで一貫してるんですよ、自民党の考え方っていう。だから彼らとしては矛盾がないんです、こういった法律出していくのも全て。それは人権を規制していくものなんだよと、で公の秩序を守るためのものなんだよっていう。でもそれをやってしまうと本当にお上に反対できない社会になってしまうんです。それは独裁政権、独裁的になってしまうんです。個人の尊厳というものは侵されていく、基本的人権というのはなくなっていく社会でいいのかと、それが今問われている。はい、どうぞ。
あの大津と申します。今のお話の中で福井さんのおっしゃってた権力っていうのは、はい、本来私権在民ですから、はい、本来的には日本国憲法の下では私たちが権力を持てるはずなんですよ。だけど戦前から同じ今お上という言葉がありましたけども、戦前はとにかくお上、まあ、日本人というのはお上何か分かんないけども絶対的にその強いその天皇っていう存在に畏怖感を持って、まああのドイツのあれで言うとアニムス、アニマアニムスっていうか、こう潜在的な恐怖心をそこでもう支配されているような国民性が根っこにあるから、だからお上は天皇じゃなくて私たちの時代が来てるはずなんだけど、本物に私たちができていないという自覚がすごく大切なんじゃないかと思うんですが、まあ、だけどなんか日本人はやっぱ狼好きなんじゃないですかねと思いますけど、なんかこう狼に収められてた方が安心しちゃうみたいな。だからそれが日本の天皇制の構造なんです。だからそれは、うん、あの安心するんだったら安心するで良しとしたとしてもですよ、狼って言われたら安心してる、その狼を散々利用して天皇の軍隊であれだけの戦争をやったということを私たちが真から反省することなくしてね、それはお上の言うなりになっていつかあの一緒にあの安倍さんと一緒に私は心中したくないんで、うん、そのお上の内容が重要であってね、その我々が選んでいる政権、まあ安倍政権もそうなんですけど、それだからその選ぶ側が主人なんだっていう意識をしっかり持たなきゃなんですよ、うん、その国民が主人なんですよ。ただじゃあ国民が主人だから、じゃあ国民が選んだ政権が何やってもいいかというとそんなことなくて、だからそれを縛るのが憲法なんだけども、でそこにあの個人の尊厳を最高の目的とする憲法があるわけでしょ。だからそれを犯しちゃダメじゃないですかってことですよ、このテロ等準備罪。テロ等準備罪は憲法違反だ、まあ、だからそう憲法違反になるでしょってことです。憲法違反に関しては99条があるんですが、99条の憲法を守らないのはダメだというのを違反しても罰則規定がないんですよ。その状況から私たち出発しなきゃいけないから、それからお上が好きな私たちっていうのもよく自分たちが自覚すれば、なんでお上が好きなんだろう、水戸黄門が好きなんだろう、そういうふうなところの自覚から初めて日本人の自我が次に行けるかどうか、このままゆでがえるのまんまみんな一緒に死にましょうっていう今状態なんですよね。自我っていうのはね、何によって確立されるかっていうと、やっぱ何らかの価値基準だと思うわけです。その価値基準があのしっかりしてないとダメですね、その自我を確立するには。その自我っていうのが俺が一番正しいんだっていうエゴイストに基づいた価値基準でも困るし、うん、天皇陛下が一番だとかね、うん、日本が全てにおいて一番なんだみたいなナショナリズムとかね、その極端な民族主義に基づいても困るわけです。だから民主主義に基づいた自我っていうものを作らなきゃいけない。少なくとも最低限度の生活ができて文化的な生活が送れるというようなことは、まあ憲法にも保障されているし、それは自分の権利なんですよという教育がまず必要だと思うんですよ。で、自分自身あまりそこまでポワンとして考えてこなかった若い日々だったんですが、あのどうやって少しずつこう人権みたいなことに気がついたかな。遅いですね。人権を、コーヒーを飲む人権を侵害されています。いや、まあ、要は自民党のやってることって一貫してるってことですよね。公の秩序を強めて、あの基本的人権を何とかしてあの取っていきたいっていう、奪い去っていきたいっていう流れとしては一貫してるっていうこと、うん、本当は教育の現場でこそ、例えば自分の権利が侵害された時に声を上げる自由を民主主義では保障されてるんだから、デモのやり方とかね、あと、労働争議の起こし方とか、そういったこう何か犯された時にちゃんとこういう方法があるよということを教育で教えるべきだと思うんだよね。それがまず
こうデモなんて参加するとテロリストになっちゃうじゃんみたいな、なんかそんなバカバカしい考えは変えていかなきゃいけないと思うんですよ。で、私今回の、森友学園のことで改めて思ったことがあって、どうやって国家に従う人間をこう育てていくかっていう時に虐待の問題が出てきたじゃないですか。あれは偶然そういった教師がいたのではなくて、ひょっとしてなんだけど虐待みたいなことをしながら人権、お前になんか人権なんてないんだという言葉ではないけれども、それを毎日すり込んでいくことが支配層にとって重要なのではないかという気がしてきました。これは例えばイラクのアブグレーブ刑務所では虐待が行われていたんだけれども、毎日ちょっとずつ眠れないで水をこうポタ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 ずっとやるとか、大音量で音楽を聴かせるとか、それこそさまざまなタイプの拷問があるんだけれども、なんか拷問をされてるうちにこう抵抗する力をなくしていくそうなんですよ。ひょっとして私たちその薄れたバージョンを日々日常の中でやられてんじゃないかなっていう気がするんですよ。それは例えばテレビの報道から少しずつ刷り込まれることかもしれないし、教育現場でだんだんこう柔らかい感覚を持っていた子たちがだんだんこう感覚よりも言われたことを従うような人間にされる仕組みであったりするんじゃないかなと。自分自身は小さな世界ですけど、20代前半までよく DV 被害に遭ってたんですよ。付き合う人にボコボコに殴られるっていう、こういった人生を送って、そうするとね、本当にね、こうどのお茶を飲みたいとか何色の服が着たいとか、まずそこまで思いがいかないんですよ。でとにかく日々生きて、自分なんて殴られて当然な人間なんだぐらいに思ってたんですよ。でもね、私の感覚でだんだん変わってきたことがあって、これでいいやじゃなくてこれがいいやを選ぶようにしたんですよ。多分子供生まれた後ぐらいだと思うんですけど、チャーハンとかいつも行くなんとなく中華の店じゃなくて、いや私はこれが食べたいんだ、だから作るんだとか食べに行くんだとか、自分で選ぶ方に変えていく、そこからだんだん自己回復していった感じがするんですね。でこれは自分自身だけの体験ではなくて、 DV 被害を受けた女性たちのセンターにインドで行ったんです。で子供たちもいました。そういった子たちは最初何からやるかって、パジャマを選ばせるんだって。でもう何でもいいやっていう気持ちになってくるんですよ。みんな生活なんてもう何でもいいやって、でもこうしましまのパジャマがいいやとか、ちっちゃいところから回復して、そうするとだんだんじゃあ自分の人生を歩むためにちゃんと勉強し直そうとか、こういった仕事をしたいというふうに少しずつ自己回復していく。ひょっとして日本人が必要なのはそれなんじゃないかなって、なんか最近日本人の中では元気な方にカウントされてるような気がしますけどなんか皆さん一人一人がそういった作業をして、盗聴されても当たり前、ブラック企業で働いても当たり前みたいな、そういった社会じゃない社会を一個ずつ取り戻していこうって、だからこれもなんとか止めようって、そうですね。でパブコメも送って、その教育の現場をちゃんと守ろうって、全部勝てなかったとしても抵抗し続けることがやっぱ大切なんですよ。今のね、その、はい、問題点っていうのは知らないうちになんかこう作られていってしまうっていう社会がね、いつの間にやら1億総中流階級だったはずなのにすごい二極化した社会になっちゃったとか、この間もあったんですけど、株の配当が過去最高、配当額はね、誰がもらってるのか、まあ、株主がたくさんもらってるわけですけど、でも全然賃金とかそういったものには跳ね返ってこないわけです。以前はもうね、そんな高度経済成長の時は労働者の賃金上がってくるのは当たり前だったけど、今全然上がらないで逆に下がって、で株主の配当だけはもう過去最高です。だって役員報酬もね、だそういうことをこう知らないうちに実現していってしまうっていうのは今の社会権力のやり方なんですね。だからこのテロと準備罪も含めて、まあ、司法取引とか秘密保護法とか集団的自衛権とか、もういつの間にかこうそういうふうになってしまった、そういうふうにこう権力が巧みにね、この民主主義の中で人々をこうに意識化させないようにしながら実現させていってしまうっていう、 もうテクニックを身につけてるわけですよ。
だから本当知らないうちにって、まあ、本当知らない方も本当悪いと思うんですけど、うん、というのはあの私あのいろんな警察に、まあ、冤罪が戦ってますとか、あれ不当逮捕されましたとか、まあ、逆にねストーカーされてるけど全然警察が被害受け付けてくれませんとか、そういう、まあ、相談事が、まあ、読者の人から来るんですけど、まあ、そういう読者の人たちってみんなそういうことが起きてから僕のなんか本ないか、どういう本、そういう関係の本ないかっていうことで本屋とかアマゾンで探して、まあ、そういうこと書いてるのは、まあ、大体僕しかいないから僕の本見つけて読んで電話かけてくるんですけど、それでやっぱね、それをすごい自分の身に何かが起こってからじゃないとやっぱりやらないんですよ。だからそういうことが起こる前に読んだけば絶対そういうことが起こん、あの自分の身に降りかかってこないんですよ。だけどやっぱりこうよ、自分が大変なことになって初めてじゃあ情報を集めて、それでああこういうことなのかと思ってこう連絡を取ってくるというのね。だやっぱそういうのが起こる前に、だってまあ、そういう報道もされてますよね。例えば痴漢冤罪でそんなたくさんは報道されないけど、どういうことなのかなと、自分はなこういうのにまあ巻き込まれることはないのかなとかって、ちょっと本読むとかね、報道を読む、まあ、の見るとかすれば、あこれって多分自分が電車乗ってでもあることだなとか、ストーカー被害に関しても、ああ自分もこういうことにあの、ね、警察に 見殺しにされちゃうっていうかね、ストーカーされてますって言っても全然あのそんなのもあんた殺されてから来なさいみたいな話だから、警察はあの、ね、そういう対応するんだなと、あれは特殊な例ではなくって、大体そういう対応されて結局事件が起きてから警察初めて動くと、あこれが警察の普通の対応なんだなと、だったら自分逃げなきゃとかあるんですけど、結局あの分かんないうちにそういう、まあ、自分の娘がそういう被害に遭ってから初めてそういうおかしいと思って本とか読み始めて連絡取ってくるとかね、まあ、だからそう考えると本当この共謀罪とかね、あの秘密保護もそうですけど、あのもう本当に、まあ、例えばこれこういうので捕まる人が出てくるとか、そうならないと多分まあ一般の人はね、まあ、動かないのかなという気はしますよね、まあ、特に日本ではね、それは通ってしまったと通って初めて自分の、自分本人なり自分の誰か知り合いが共謀罪ですか、またこんなことでも犯罪になるんですかっていうことで、初めてだからあのおかしいんじゃないかってその時に声を上げて もうその時は遅いってことですよね。まあだから今のうちに声を上げていかないと、あのいけないよと、もうまあそれをだから、まあ、我々とかだって結構言ってるとは思うんですけど、天野さんとか瀬山さんも言ってると思うけど、まあなかなかそれがお前ら言ってたそれはあまりの極端なこと言ってんだろうみたいに思われちゃってるから、まあだからやっぱそういう人たちっていうのは結局やっぱ自分の身に起こらないとやっぱ分かんないとは思いますよ、本当に。だって想像力が欠如してるから。3月7日の集会がご案内されてますか？はい、はいはい、あ、してないな。3月7日どこにあるんですか？はい、今日はしてないですね。どうぞ。3月7日1時から、13時から15時まで、はい、会場が12時30分で、衆議院第一議員会館1階多目的ホール、資料代500円、共謀罪創設反対100人委員会結成記念院内集会です。どこでやるんでしたっけ？衆議院第一議員会。衆議院第一議員会館、3月7日の、はい、衆議院第一議員会館1階多目的ホールです。福島瑞穂さんと主人の海部と弁護士、はい、それから林勝明さん、うん、ジャーナリストですね、はい、山本太郎さん、はい、それからそれぞれの立場からでは、まあ、私たちの知り合いとしてはブロガーの立場から山崎康彦さん、はい、それからですね、呼びかけ人の一人として斉藤隆夫さんですね、他にも、はい、いろいろいらっしゃいますけど、ぜひこれはあの皆さん参加しましょう。そうですね、はい、3月7日の集会ぜひ参加しましょう。その少し前に行ったら議員会館の前で配ってくれる方が大抵いるので、議員会館の中に、ね、入るのはなんか通行証が必要なんですけど、はい、なんかあれば福島さん の, あの事務所に相談すれば大丈夫じゃないですか、ね、すいません、はい、福島瑞穂議員ですけど、小池晃もですけども、先
会連邦運動協議会とか協会ってあって、そこの国会議員としてのきちんと何での会員なんです。結局全部偽物よ。民主主義に見せかけてるのと一緒で、反対運動もユリア作ってるんです。チーズがそれですし、孫崎さんやそれから鳩山さんはその国会議員の世界連邦運動協議会の会長もしたし、それからあの孫崎さんたちと一緒に東アジア共同会、結局自由貿易、そこ推進なんですよね。あの中国とするために中国とやった方がいいからっていうのは、これは見せかけであって、全部 RCEP なんかあの辺ずっと全部つながっていくところやってるんですよね。で、海斗さんはグリーンピースの理事長で、グリーンピースは原発企業が資金提供してると思います。だからもう私たちがいい人だ、この人たちは反対運動のトップに立っててくれてって思ってたけど、実はそうじゃないっていうのがこう工作に散られまくってびっくりしました。結局なんでね、こう知らないうちにというか、まあ、意識化しないうちにこうどんどん進められて、社会がこう形作られていってしまっているのか。世界の上位8人が下から36億人と同じ資産でね、同じになってしまうのかと、資産額が、そういったものっていうのは、まあ、このスノーデンのあれもそうですけどね、その告発もそうですけど、知らないうちにもう法律から何からそういう形でがんじがらみにされて、経済もそういう形で極端な格差社会を作られてしまっているというのが今のその世界の問題なわけです。で、一方でそれは民主主義のもとでそれは実現しているわけです。民主政治のもとでほとんどの国が民主政治なんだ今は。そこにね、やっぱりこう今のその自由民主主義の問題点というのがあるわけですよ。なぜか極端な格差社会になってしまう、なぜか監視社会になってしまう。そこをやっぱりね、あのしっかり捉えて、今のじゃあ自由民主制の、まあ、資本主義経済と民主政治を融合させた体制ですけど、どこに問題があるのかっていうのをやっぱり見なきゃいけない、考えなきゃいけないです。で、そこにあのやっぱりそのお金の発行権の問題っていうのがあるわけですね。だからそこが例えばあのトランプがね、日銀は為替操作してる、円安政策に誘導してるって言ってるわけです。で、それに対して日銀はね、いや、あれは物価目標 2% を達成するために量的緩和政策をやっているのであって、それはあの為替操作が目的じゃありませんっていうわけですよ。それは本当に物価目標 2% にして量的緩和政策やってるのかって話です。80兆円国債購入してますよ。6兆円 ETF 投資、株式上場投資信託購入してますよ。900億円リート不動産投資信託購入してます。国債80兆円、株906兆円、不動産900億円購入して物価目標 2% に達成するためにやってるんだって言うんだけど、全部金融経済の話でね、債券も株も不動産も。だからこれら価格すべて上がってますよ、債券も株も不動産も。でも物価は上がらないんですよ。物価 2% 達成しないでしょ。だから日銀の言ってる物価目標 2% 達成するために86兆900億円毎年お金を、新しいお金を作ってる、社会に供給してるって言うんだけど、それは嘘ですよ、間違いですよ、明確。だから物価目標、物価が 2% 上昇しない、我々のところお金回ってこないから全然消費が増えないし、商品価格も上昇しない、物価 2% 達成しないでしょ。だからトランプの言ってる方が正しいです。だって金融経済にそれだけお金が回るってことは、それは金融経済でお金が動くわけだから、その円安圧力を強めるわけです。その余ったお金が海外の投資に使われて、円を売ってドルを買うっていう動きになるわけだから、円安というやつ、ドル高圧力を強めるわけです。でその
日銀とかね、政府が言ってる、いやあれは物価を達成するためにやってるんだっていうのを鵜呑みにしちゃダメだっていう、それがまた極端な格差社会を作り出してるし、でその前の権力者たちがそのスノーデンが告発したような監視社会を作り上げてきて、で日本っていうのはアメリカの属国ですから、こういったものもテロ等準備罪とか含めて当然日本政府が独立していってるわけじゃなくて、そのアメリカやその CIA とかの影響を受けながらやってるわけです。そういう視点でやはりこの問題も含めて見ていくべきだと思います。全部お金の動きと絡めながら、うん、はい、ちょっと少し前にあの私あの自分で今インシデンツって版元もやってるんですけど、そこの電子書籍であの共謀罪を語るっていうあのインタビュー書を出したんですけどね、はい、そこで三宅克久さんというあのジャーナリストの人が、まあ、この方はまあ海外あちこち行かれて、まあ、そういう取材もされる方なんで、まあ、海外の情勢とかもよく分かって見てらっしゃる方が、なんで共謀罪よっていう話で、はい、あれ今言われた監視社会もそうですけど、なぜかっていうとやっぱその持ってる人たちですよね、あの権力とかお金とか、はい、そういう人たちってとにかくそれをいつ奪われるんだ、いつ奪われるんだって不安で仕方がない、うん、そのためにはこういう監視社会の競合罪とか、それでは絶対必要になって出してくると、うん、もうそれは世界的傾向で、だまさにそういうことだと思いますね。だからその格差がもうちょっとかなりひどくなりすぎっていうのは誰の目でも明らかなんですから、まあ、それをもうちょっとマシな方向にすれば、まあ、こういうのもほとんどいらなくなってくるわけですよ。そうです。じゃ あ, のもうあと30分なんで、はい、質疑応答しましょう。どなたか、あの、あ、どうぞ。今日は日本の話をされましたけど、はい、この日本の国立っていうのを、よりこうグローバルなコンテクストにちょっと位置づけていただきたいんですけれども、はい、例えば2001年の911以降の、あの、ペイトリオットアクトとか、アメリカサイドでは愛国者法っていうのが、あの、かなりこういった法案を市民の監視体制とか充実させてきている流れがあると思います。でまあ、アメリカが突出してるのかなっていうのはもう素人理解なんですけども、ヨーロッパとかアジアの周りの先進国の中で、日本はどうなんでしょうか、かなりこう後追いをしているような位置づけで理解したらいいんですか、あるいはこう全体、横とのこうつながりの中で、ちょっと今回の動きの意味づけみたいにちょっとしていただきたいんですか。アメリカとですか、アメリカとですか、アメリカ、ヨーロッパとかそういうところ、もともとこのだから共謀罪っていうのは、すいません、あの今愛国者訴訟の話もされてましたけど、共謀罪っていうのはコンスピラシーって言って、これアメリカである法律なんですよ。でそれをだから日本にこう入れるっていう話なんですけど、あのなんていうんだろう、日本にはもともとそういうのがあるわけですよ。もう暴力団でも何でも共謀して組長に言われて何か悪いことやる、それは組長も捕まるんですから。で今はもうそれが本当に民事とかでは使用者責任って言って、すごい末端の組員が誰かを殺してもそれの損害賠償を一番上の組長が背負わされちゃうぐらいになってるわけで、もうだからそれはもうあのここ競合罪とかいらないわけなんですよね。だけどやっぱりこのアメリカでこのコンスピラシーっていうのはもう非常に便利な法律で、とにかくもうポン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 捕まえられるととりあえず逮捕できる、やっぱそういうあの実例もあるわけですから、やっぱり日本の警察、あの検察にとってはですね、あこれいいじゃんと、まあ、これどうにせよとりあえず逮捕するのにね、いちいちなんか転び工房みたいなみっともないことしなくていいよとかで、あのどんどんスパイも送れるし、まあ、盗聴も今度もっとさらにね、やり放題になるし、まあ、去年も盗聴改正されてもあのかなりやり放題になってるんですけど、今度はもう令状も多分いらない盗聴になるかと思いますけど、あのできるよと、まあ、だからそういうふうに、そのだからなんてその過程の次にやりたいことはこれスパイを使いたい、令状なしの盗聴やりたいとかっていうことを決めといて、じゃあその前にはこれだと、これを通せば次はこれができると、そういう流れでやっぱやってるわけですよね。で今回だからあの600あった法律をまあ300ぐらいにするだとか言ってますけど、結局そんなすぐ元に戻せるわけですから、盗聴法だってあの最初はもう散々もうこれは通信の自由を犯すということで反対運動が大きくて、まあそれで4つの犯罪しかできなくなできない形にしたんですよね。覚醒剤と、覚醒剤と銃器と、殺人と集団密行と、
ですよ、組織的殺人ですね。でだけどそれを去年の改正でもドーンと広げちゃって、もう何でもいいよということにしたわけです。まあ、今度はだから今はあの盗聴令状いりますけど、令状なしでやりたい。まあ今でもやってるんですよ、だから違法なやってるんだけど、もうそう、もうあの令状なしでもね、もう本当自由にやりたいということだから、警察検察は考えてるということですね。その流れでこれが出てきたと。でアメリカのもちろん様子もちょっと、まあ、アメリカ先行ってますからね、盗聴でもあの、何してもあのだからそのアメリカの後を追っかけてこういう法整備をしてるっていうところはありますね。まあ一応だから、まあ、直ちにね、いや、あの違憲だと、強豪罪が違憲だっていう風になるかっていうと、なかなかならないのかもしれないんですけど、まあ、これをやってるうちにね、それさっきあの天野さん言われたけど、まあ、こういうテロ対策やって、こういう法律もある、あ使って運営してるけど、まだテロ対策は十分じゃないよと、そうなったら、じゃあ、あと拷問もね、今までは拷問は絶対に禁止するだったんだけど、こう拷問も、まあ、稀にはやっちゃうかもみたいな憲法に。ちょっと手が滑ってやっちゃっても、まあそれは仕方ないみたいな。絶対がなくなった、ね、絶対とは言えないよ、ね、まあそういうような方向に行くのは間違いないですよね。アメリカがね、あの刑務所が今収容されてるのが200万人とかね。で世界最大の収容所国家ですよ、アメリカは。だって2位の中国が100万人かな。で人口はアメリカの4倍ぐらい多いわけでしょ、中国の。だからアメリカはすごい収容所国家なんですよ。で刑務所がまた民営化されてるわけですよ。だからどんどん入ってもらわなきゃ困るっていうことで、どんどん捕まえてこいって話。儲からなきゃ、儲かるためにはどんどん収容いっぱい入ってくれないと困る。でどんどん警察とつるんで入れてくるっていう。いや、普通の収容所です。普通のだから刑務所です。で、ピーマは別にある。ピーマはだから誰も入ってないですよ、別に。まだ入ってない、うん、用意はされてるだけで。5月ぐらいにお騒動を起こすみたいな、うん、だからまあ用意はされているっていう話はあるけど、まあ、だそこに収容されてる人間いないですよね、今。2009年にかなり危ない状態だったと思います。アメリカの YouTube がかなり SOS 出してますね、いろんな方が。まあ、だからね、その収容者数がそんなに多くなったアメリカ社会を今の日本社会のモデルにしてるんですよ。そのだんだん富の格差を極端にしていくとか、そういう国 の, その刑務所を民営化していくとか、その株式市場主義の社会にしてしまうとか、そういうのっていうのはもうアメリカ社会をやっぱモデルにして変えてきたわけですよ、日本社会を。だから今後刑務所が民営化することだってあり得る。今刑務所一部本当に民営化されてます。民営化されてる、そうなんですか。民間委託というか、それでなんでその民間にされると安い労働力が提供されるようになるわけです。刑務所の人っての安いから。でパソコンをすごい超安い格安の人件費で作らせたりするわけです。だからそういう形でも企業と民営化された刑務所とその警察っていうのが国産複合体みたいでトライアングルみたいになっちゃってるわけです。そういう利権ができちゃうともう最悪ですよね。本当軍産複合体もそうだけど、一旦そういう利権構造が出来上がってしまうと、もうそこで働いて収益を得る人たち、生活したちが出てくるわけだから、もう非常に難しくなってしまう、そういうものを止めるの。そういう構造を作らせないようなにしなきゃいけない。パレスチナのあのイスラエルとパレスチナの問題もありますけれども、パレスチナの、入植地の近くで、パレスチナの方々が住んでるエリアで、やはりあの最低賃金よりさらに低いような形で、あの劣悪な労働環境の中で、私たちがみんなが知ってるような世界的に大きなプリンターのメーカーが工場を作ってて、あの人件費安く作ってるって言ってた。で、ああなるほどって。アルファベットスタッフですよね。
そうですね。あのでもそれをあのまあ、そうなんですけど、なのでのいろんな問題がこうグローバル経済の中でどういったものになるのかって、なんか別問題と考えてたことが実は一つの構造の中にはこうパタッと収まるんだなと思いまして、つい私たち反対運動をすると考えてると、はい、共謀罪の人は共謀罪、原発のことは原発、これだけやるのでもチラシ作るのとかでも時間がなくてもう手痛いよってなるんだけど、もうちょっと視野を広く考えて世界をじゃあ牛耳るそっちの8人の立場で考えたときに、あの8人じゃないと思いますよ。まあもちろん今の8人を出したのは何でしょうかね。え、それは象徴的だから、象徴的で半分の世界人口の半分、じゃあロシチャルド系は一切出てこないっていうのは隠してるわけでしょ。だから一応申告されている、把握されているところの8人とその下の36億人が同じ総資産額だと。以前は62人と下から36億人が同じだって言われた、うん、それも事実かもしれないけど、それをアピールすることによって、うん、みんなその人たちが一番最上階だと思うわけじゃないですか、うん、まあ、一応そう最上階っていうふうに考えなくても、それはそういうふうに考える必要はないですよね。 あくまでもそれは数字であって、数字として出ているところで、それで格差を社会が語るっていうのは有効ですよ。だってそれは事実なんだ。で、それは昨年は62人と、36億人が同じだったのが、今年は8人と36億人が同じだっていうことで、一気に格差が広がってますよ。一気に富がごく一部の人間に集中してるんですよっていうのを分からせる事例として、分からせる事例としていいんですよ、格差社会。その権力っていうのはまた別です。権力ってのはもっと組織的なものだから、だからその個人の問題じゃないと思うんですよ、権力って。あとは質問はもう一つ、はい、今回こういうものってのは多分こうシステマティックにこう用意をされていて、例えばテロ等準備罪っていうのはこれも一連の流れの中で今回出てきているとすると、まあ、多分こう連続していろんなものを次々にこう用意した上で、まあ一個一個こう通過させていくっていうのは、まあ普通何かこういうことやるとするグランドプランの人はそう考えるはずだと思うんですけれども、これが例えば通過して施行されたら次に何が来てっていう、こうどういったこう全体的なこうグランドプランをこういったものをこう戦略を書いてる人たちは考えてるっていう思われますか。ちょっとそのあたりもしお分かりになれば。これはだから1999年の盗聴法からつながってる話なんでね。1999年盗聴法を通して、それでその後、かなり経ちましたけど、その後本当は共謀罪やりたかったんですけど、共謀罪はもう3回も挑戦したけどできなくって、で今度じゃあ手を変え品を変えて、まあ、じゃあ秘密保護を先にやっとこうと。秘密保護を通して、で去年だから刑事訴訟法の改正をやったわけですよ。でこの刑事訴訟法の改正で、私この2週間東京地裁で覚醒剤密輸の裁判、裁判員裁判毎日やってるのは毎日傍聴してるんですけど、去年の刑事訴訟法の改正で匿名承認っていうのが認められちゃったんですよ。でこれもみんな分かってないですけど、承認って例えばまあ増山さんが何か悪いことしたということで被告人になって、でもじゃあ増山さんがこういう悪いことやったの私見ましたと、目撃者が天野さんですって言ってこう証人で出てくるわけですよ。で、あなた誰ですか、証人は、私は天野ですとかってこう答えて、認定して、何歳ですかとか、どこに住んでますかというようなことをやって、じゃああなたはいつどこでどういうことを見たんですかと、まあ、あるいはあなたはねどういうご経歴ですかと、まあ、信用できる人かということでね、まあ、そういうのがあるんですよ。だけどそれがもうなくなって、匿名の証人が A さんという人がいきなり出てきて、じゃあ A さんですかと、裁判かもしれないですよ、あなたが A さんですかと、じゃあ検察官この人 A さん間違いないですかと、この人が A さんですとかって言って、で A さんがいやこの増山さんが増山被告はこういうことしたの私見ましたとかね、間違いありませんとかって言うわけです。その制度去年認められちゃったんですよ。でその初めての、今回やって覚醒剤密輸事件でねやってる時に初めて、東京税関の A さん
もう本当自称ですよ、東京税関の職員の A さんという人と警察庁の、職員警察官の B さんという人が出てきて、この被告が悪いことやって間違いないということを証言してるんですよ。それは有罪の証拠にされちゃうんですよ。されちゃう。で今度共謀罪ですよ。共謀罪の時もそういう人たくさん出てくると思います。それは警察が用意できるっていうことですか。要はA さんと B さんは姿はその場で見せない。もちろん遮蔽されてますよ。遮蔽っていうのは前にあの刑事訴訟法が改正されて、こう遮蔽って壁で証人を見せなくていいっていうことになったんですよ。じゃあそれはもう警察が用意できちゃう可能性が高いってこと。いやだから役者連れてきて、役者連れてきていいってことですよ、ね、裁判員裁判なんで、あの裁判員にこう分かるようにね、あのこうなんていうんですか、パワーポイントとか使ったりとか、まあ、ちょっと検事が役者っぽいことやるわけですよ、裁判員の皆さんみたいな感じで。だから役者を連れてきて役者に証言させたりしたって全然わかんないですよ。だって裁判長は知らないんだから。 A さんあれ警察が何かそれで自作自演するような、そういう部分考えられてる。いや自作自演やり放題ですよ。だからもうそういうのが通っちゃってるんですね、うん、もう現実に執行されてる。いやそれをだから去年全然あのまあそのね、まあ、あのちょっとまあ今回の共謀罪の話とずれますけど、その刑事訴訟法の改正あるいは盗聴法の改正で同時に通ってるんですけど、そのやりたい放題にするやつですね、今言った。あとプラス商取引も入ってるんですけどね、それと一緒に通ったのがヘイトスピーチ対策法なんですよ。でこのヘイトスピーチ対策法は本当ひどい法律で、これ本当言論の自由をこう抑圧する法律なんだけど、もう本当もう聞くとね、それはヘイトスピーチはいかんって、そんなの当たり前の話で、差別いけないなって当たり前なんだけど、その法律もひどいんだけど、そのじゃあどうやってヘイトスピーチだって、じゃあ誰が決めるんだって話ですからね。それは結局警察が決めるんですよ。で警察が決めて、今回は罰則ついてないけど次罰則導入してね、でお前はヘイトスピーチだってどんどん取り締まり始めるわけですよ。安倍に対するヘイトスピーチって。そうなんですよ。だからそのヘイトスピーチの定義っていうのはもうめちゃくちゃはっきりしてないのに、そういうの作っちゃったんですよ。でなおかつそれを民主党の民進党の一部議員が、まあ、はっきりと自分の手柄のために通したいもんだから、刑事訴訟法のね、今言った匿名承認だとか使用取引だとか盗聴の拡大だとか全部そういうのを、まあ、もうあの賛成して通しちゃったわけですよ。本当最悪なことが去年行われたのに、全然そういうことを、まあ、私とかもできる限り報道してましたよ。だけどやっぱりそれはフリーの、ね、ジャーナリストができること限られてるから、だから新聞テレビとかも一切報道しないし、まだ今そういう世の中ですよ。でそれが通って今度共謀罪ですよ。で共謀罪はさっき言ったスパイとかをね入れさせたりとかするんですけど、その時にじゃあ誰がスパイで入ってたかと分かんないと、じゃあ A さんは多分このね会議に、あ今日の、ね、公園に来てたこの中の誰かだけど分からないと、まあ男か女か分かりますよ、まあ、声聞けば。でこの中の男の人の誰かだということしか分からないわけですよ。だそういう人がもう証人で出てきて、有罪になっちゃう。しかもこのね匿名証人を導入する時にはあのこう説明されてたんですよ。で例えばどっか暴力団とかテロ組織のね、まあ、あの末端の人が親分というかねボスを裏切って証言すると、それは非常にもう危険だしね、あの危ないことだからこういうの認めましょうって、こういう制度がないとねそういうの取り締まりできませんよとか、その証人の保護は大切ですよって言ってたんですよ。だけど僕は絶対そんなことなくって、警察官が匿名で出てくるって案の定最初からそれやってるわけですよ。へえ、怖いですね。もうむちゃくちゃなんですよ本当に。そういうのがもう要は市民のその取り締まりを極めてやりやすくするための流れがもうずっとこう続いてきているっていうことですね、うん、はい。さっきこう世界連邦運動って言ったら NWO のワンワールド、世界連邦なんて世界は一つというので、世界連邦運動っていうのが世界中で繰り広げられて、工作員、国会議員も工作員、それから例えばこういう反対運動と違いますけど、される方たちもリチャード・コシムとかベンジャミン・フレームというすごい恐ろしいところとつながっていたりとか、そういう人たちが真実を暴露して注目する、信用させるんだよ。でそのうちにずっとこうやって世界連邦運動とかその世界に洗脳していくというのが全部のパターンみたいな。そうです。で共謀罪とかそういうテロ準備罪
その辺っていうのは恐ろしいですよね、今のお話聞いてただけでも。でもこれをスノーデンが出してきたっていうのは、これ順番に言わないと質問は何ですか。で、はい、これのこんだけ騒いでる裏って何なのでしょうかって思ったんです。一つはっていうのは、誰が騒いでるんでしょう。いや、日本中で今その映画が23日でもう止められるって言って、またこれでみんなで騒いで見に行こうとかっていう、いや、なんか全然やってないです。東京で3館しかやってないんですよ。そう、それはもう止められちゃってるっていう。だから全然少ないんですよ、圧倒的に。圧倒的に少ない。内容としてはね、スノーデンが横田基地でね働いてて、日本のインフラを全部壊すソフトウェアが組み込まれてるとかね、いろいろそのスマートフォンがね全部監視されてるのが我々の生活や日本の運命に直結するような内容を語ってるにもかかわらず、東京で3館しかやってないの。本当はもっと大規模にあるべきだし、日本人が殺到して見に行かなきゃいけない内容なわけですよ。見に行かなきゃ、うん、私もまだ見てないし。マイクロチップ埋め込み、いや、で質問、マイクロチップ埋め込みっていうのをオバマがもう言ってて、どっかのテレビの放送局が2017年だって報道してるんです。でオーストラリアはそれより早くなるって言って、それがオバマケアの中に入ってる、1000何ページに入ってるらしいんです。私も見たんですけど、それをトランプも全然言わないんですね。オバマケア見直すって言うけれども、マイクロチップで全米国民への埋め込みをしないとかするとか問題にも全くしない、うん、でケムトレールとかなんだっけ。で質問は何でしょう。それやってて、これ今になって、すいません、スノーデンってもう完全に工作員なんですよね。思い込みだけで、ご自身の意見はどんな意見を持っていてもご自由なんですけれども、ここは今日天野さんと私主催の共謀罪についての勉強会で貴重な時間なので、ご自身の意見はどこか違う場所で言ってください。こんだけ騒いで裏に隠してることってあるんじゃないですかって言いたいんです。誰が裏に隠してるんでしょうか。だからそのマイクロチップ埋め込み、何を騒いでるんですか。その共謀罪とか今例えば全然騒いでないですよ。いや、これ通したらまずいですよ。これ通したらまずいですよね。まずい、騒がなかったらこれ通っちゃいますよ。もちろんです。だ、一般庶民の人たちは知らない、テレビしか知らない。いや、だから騒がなきゃダメじゃないですか。騒がなきゃダメじゃないですか。そして全然騒がれてなくて、それでこういう機会を作ったわけですが、それでもまだ力が足りないなと思ってるんで、もっと騒ぐしかないですよ。でその背景だとかいうお一人お一人に対しては今すぐ裏が取れないので、どの方が工作員でそうじゃないか私明言できませんけど、そういう方がいらっしゃるのかもしれないけど、そうじゃない方もいらっしゃると思いますし、こう全てを疑ってかかったとしても、なんか本当に今の方の質問聞いてて思ったんですけど、はい、いやこの法律通ったら本当工作員だらけだってみんな思いますよ。今の方だけじゃなくって、みんながみんな今日あったの工作員じゃないかなって思っちゃって生活するようになるんじゃないかなと、まあ、今の方は、まあ、今の方はすごい、まあね、まあ、ちょっと、まあ、こう一般の人からするとかなり極端なこと言われたかなとは思うけど、だけどこの法律が通っちゃうと、やっぱこの人は工作員じゃないかなと、警察のスパイじゃないかなってやっぱ思いながら生活するようになるんじゃないですか。だって旧共産圏で、まあ例えば東ドイツなんてね、秘密警察があって下味があって、だって一般市民の6人に1人は工作員だったっていうんですか、下味の協力者だっていうんです、うん、スパイだっていうんですから、うん、それはもうだからもう全然話なんかできないわけですよ、うん、だって自分の子供に通報されちゃうかもしれないんだから。今の北朝鮮もそうですよね、うん、それは完全に、うん、それはでも民主政治の中でもそれが可能になっていってしまう状況が作られつつあるということです。で、あと質問は、そもそもテロ等準備罪なんてこれがそもそも条約違反だと思うんですが、もともと共謀罪は組織犯罪を対象にしているので、テロは対象してないんですね、はずなんですよ、もともと。そのこじつけというのを、ね、どうやって ついたらいいのかっていうことですね。そこの矛盾点をもっともっと広げる必要があるのではないかと思うんですが、これに関してどう思いますか。まあだからまあ、今なんか日本の人たちがなんでテロが起こるのかっていうことをやっぱ全世界的にこう眺めてみてね、やっぱテロが起きるっていうのはやっぱ天野さん再三おっしゃってるけど、やっぱその格差がちょっとひどくなりすぎちゃって、それが一番の原因じゃないですか、どう考えたって。だからそれをなんとかする方が全てにわたっていい効果が出るのに、やっぱその
さっきも言いましたけど、やっぱも持ってる人たち、今権力握ってる人たちっていうのは失うのが怖いから、とにかくもうみんな監視しておきたい、まあ、そういうふうな、そういうことを法律でこうやってきてるんだけど、いや明日からあなたを監視しますよ、こういう法律作りますよって言ったら、それはさすがに反発するも人も多いから、いやこれはテロリストをね、テロ組織を、監視するためにやるんですよって、それは言いますよ。だけどそれ騙されちゃうアホな国民が増えすぎたってことですよ。まあ僕たち条約違反なんですけどね、これ、うん、あの組織犯罪と、なんつったかな、組織犯罪と何条約だったかな、それどこと思う、国連ですか、だったと思います、確か。あのテロ組織の背後にその諜報、国家の諜報機関がいる、で CIA とかそういったものがいるっていうのは昔から言われているわけですよ。で何でしたっけ、日本でもありましたよね、なんか電車が脱線かなんかしちゃった、はいはいはい、戦後のまあそういう事件がありましたね、そういう事件がで共産党のせいにしたりとか、そういうそういうのって自作自演というのは昔から今も行われているわけですよ。それはだから、うん、まあ、あの須郷事件が有名ですけど、まあ、警察官があの、まあ、共産党に潜り込んでダイナマイト持ってって発出所、まあ、発出所か当時発出所駐在所かな、うん、まあ、爆破したと、まあ、それで共産党員のせいにして共産党員逮捕したと、で警察官だけ逃げるんですけど、まあ、あのだからそんなの本当にやってるわけですよ別にあの世界であのなんか特殊なところがやってるんじゃなくて、日本だってやってるだけで、やってるんだけど、なんか日本じゃのんびりしてるから日本の警察はなんか大丈夫みたいに思ってるけど、いやそうじゃなくて日本の警察は平気でやってるわけで、それただあなたが明日ね、まあ今日まあそういうことをやられないと分かりませんってだけの話なんだから、そう、はい、そういう権力が実は最大のテロリストだったっていう例は枚挙にいとまがないんで、その権力にこういったものを与えてしまうっていうのはやっぱ危険、極めて危険ですよ。自作自演によってまたそれを取り締まるための口実を与えてしまう、まあ、911もそうですけども、あのその後に愛国者法を作ってとかありますし、そういうあの自作自演を行い、そしてそれにかごつけて愛国者法みたいなものを通してしまって、まあ、最大の主要者国家を作ってしまうみたいな、そういうことに悪用されてしまう。なのでやっぱりその、まあ、もちろんオウム真理教みたいなね、極めて悪質なテロ集団っていうのは存在はしますから、それは取り締まらなきゃいけないんだけど、現行法でも十分取り締まれるわけですよね。それ一番やっぱ危険なのはそういった国家とかそういったところの諜報機関っていうものを、やっぱスノーデンの映画でも言ってるけど、監視しないと、市民の側は監視しないとダメだという感じで、ということで、はい、最後あの1分ぐらいですが、8時までっていうことなんですが、何か言い忘れたことがあったら、まだ時間あります、もうここが8時までなんで、次状態あるんですか、そうなんですよ、私が8時にここを出なきゃいけないから、次のイベントに間に合わない、じゃあもう最後寺澤さんに、はい、わかりました、はい、だから今そういったような感じでですね、あの去年あの刑事訴訟法の改悪とか盗聴の改悪が通らなければ、今この国会でそれをやってたんですよ。だけど去年あの民進党が裏切って通しちゃったから、まあ、そもそもだって秘密保護法だって、その前前身の秘密保全法って言いましたが、それは民主党政権の時に出してるんですから、結局安倍政権だからとか、あるいは民主党政権だからっていうことじゃなくて、とにかくあの役人たちね、役所あそこの人たちは、霞が関永田町にいる人たちはみんなこういう法律が本当は作りたいわけですよ。自分たちが権力をちゃんと握る側になったらやっぱり非常に便利だからね。だからそういうことを考えて、まあ、安倍政権がいい悪いとかじゃなくって、こういうものをねシステムとして法律の中にね入れるのがいいのかということをよく考えてもらいたいなというふうに思います。寺澤さん、ありがとうございます。ありがとうございました。あの反対もしながら、もしこういった場合に自分たちが検挙される側になるかもしれないということも常時考えつつ、どんなに挑発されてもなんかこう犯罪、あの言葉は言うといけないんで、何かこう相手を殺害するだとか、なんかテロを起こすだとか、そういうことに似合わせる言葉を自分たちから発しないようにしましょう。メールとかメーリングリストとか電話とか
で友人だと思ってる人がまあスパイかもしれないっていうことが日常的になると思うんですよ。私実はまあそう思って十数年生きてきましたけど、それは基本的なルールとして自分たちで気をつけると。でそれをやった上でやはり人を信じることを続けるっていうなんか二重構造、それがこう社会マナーみたいになっていくんじゃないかと思うんですよ。であと恐れない、そのテロっていうのは怖いぞ、怖いことあるぞっていうと萎縮して感覚がこうカチッってなっちゃうから、でもこっちはもう恐れない、恐れないで最低限のケアを してだからこそセキュリティもちゃんとしながら、こっちは恐れないでちゃんとこっちの方が長く土とつながった人の暮らしがあるんだから、産業ってもともとそうなんだから、こんな数十年やってきて東芝が買った原発なんて結局マイナスばっかり出して、と私たち民衆の方が強いんですよということをちゃんと根っこに持ちながら、あの罠に引っかからないように、私周りみんなじゃないですけどたくさん逮捕されてるのに今のところ逮捕されたことないですし、大きな怪我やなんかもないんでうまく言えないんですけど、そういう身を守る自己ルールみたいなものがあるんですよ。言語化してこなかったけどいいきっかけなんで言語化しました。というわけで今日はこういう形で、放送を終えたいと思います。ありがとうございました、はい。